2億円余りの所得を隠し、所得税などおよそ1億500万円を脱税したとして、札幌国税局は札幌の不動産業の男性を刑事告発しました。刑事告発されたのは、札幌市中央区の不動産業、山本博之氏74歳です。札幌国税局によりますと、山本氏は2018年から2020年にかけて、不動産の仲介で得た報酬など、およそ2億1800万円の所得を税務申告せず、所得税およそ8300万円と消費税およそ2200万円を免れた疑いが持たれています。山本氏は個人で不動産業を営んでいて、実体のない法人名義の預金口座で取引を行うなどして確定申告を全くしていなかったということです。